次の演目が鏡という不思議な題名の曲となっております。で、作曲はですね、モーツァルトが作曲したと言われているものです。まあ、おそらくちょっと別の方が書いたのかなという説が有力なんだそうですが、でもこの楽譜の素晴らしさというのは変わりありません。で、次に私たちが使用する楽譜、大きくしてまいりました。はい、音楽を親しまれている方なら、まあ、楽譜は左上から読んで、10番、下に下がっていく。まあ、フォントと同じですね。そのように奏でていくものなんですけれども、なんとですね、この楽譜に関しては、逆さまに、ひっくり返して、この状態でもですね、左上から行くことができる、不思議な不思議な楽譜なんですよ。はい。まあ、これでもですね、鏡というふうに言えるんですが、これですね、二人で同時に、一人はこちら、もう一人はこちらから演奏していくと、なんと二重奏になってしまうという。不思議でしょ？はい。はい、ちょっと見やすいようにこちらにかけておきますね。実際はですね、これを譜面台を置きまして、我々は向かい合って演奏することになります。はい。なので、鏡という題名がついてるんですね。すいません、ちょっとこちらの画面で、ね、この背中をお見せしてしまいますけれども。はい。見事ですね、この状態で、ディオ、ね、成立しましたら、またね、盛大に拍手をいただければというふうに思いますので。はい。では、モーツァルト。が書いたと伝えられている鏡に演奏したいと思います。Right.
有島記念館です。
いいですか。映ってますけど大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫です。はい、おはようございますということで、昨日はですね、怒涛のツアーのね、一日でなかなかご報告するタイミングがなかったんですけれども、今日はですね、今朝ホテルをちょうどねチェックアウトする段階で少し時間が取れるので、ホテルの外に来てみました。こちらはですね、岩内というね、北海道の西の方、ざっくりしすぎですけれども、まあその海岸、線沿いにあるまあ町ですね、そちらのホテルに来ています、こんな感じです。ちょうど外に港が見えると思うんですけれども、はい、まあ向こう側が日本海側ということですね。セミの鳴き声がすごいですね。このセミはまあ北海道独特のね、セミだと思うんですけれども、あ、ウーバーイーツも鳴いてるな。カエルも鳴いてる。昨日ちょっと雨降ってたんですよね。シャコタン半島。ね。あの辺がシャコタン半島だと思います。はい。そんな感じでですね、今日も、2公演。ね、あって、札幌に戻るといった感じになってくるかなと思います。昨日はね、3ステージ、あって、なかなかね、ハードでしたけれども。でもまあ、もう少し、ね、頑張って、演奏してこようと思います。演奏の模様はね、しっかりカメラの方に収められているので、どこかの段階で、皆様にね、お見せできるかなというふうに思います。あ、そうそう、ここのホテルちょっと、高い位置、高原ホテルっていうね、いうぐらいだから高いところにあるんです。雲は少しね、低い位置にありますよね。はい。まあ、こんなところで、ご挨拶しときたいと思いますけれども、ね。今日どこまで、こう、お見せできるかはちょっと、わからないけど、できるだけお届けしたいと思います。はい、そんなたくさんが作ってくれたカネレオンプリズム、これはもうレボリューションのための作品ということで、もうここまで来ると、まあ、紙ないんですよね、データでいただいた作品ということで、まあ、これもやはり今時の楽譜事情ということになってくるのかなと思いますね。はい、うん、なんかありますか。じゃあカメレオンプリズムの作品のことちょっとお話しください、はい、はい、説明したいと思います。これはやはりフルート二重奏の曲なんですけれども、なんでカメレオンっていう題名がついているのかって話なんですね。で、ですね、皆さんカメレオンっていう、まあ、爬虫類は見たことあると思うんですけど、彼らの縄張り争いって見たことあります？ないです。ですね、僕もですね、はるか昔に NHK のなんかドキュメンタリー番組かなんかで見た覚えしかないんですが、向かい合ってそれぞれがですね、色を様々に変えるわけですよ。まだらになってみたりとか、しましまになってみたりとか、そうやってお互いがどうだ俺の方がうまく色変えれるんだぜみたいな感じで色をこう変えて見せ合うわけですよ。それで勝負を決めるんです。なんて平和的な、はい、まあそういう感じの、まあ、喧嘩、いい意味での喧嘩みたいなのをこの二重奏で表しているわけですね。だから我々2人カメレオンですよ、ね、1匹ずつ。で、そのカメレオンの色の変化を、まあ、特殊奏法でちょっと表していこうと思います。たくさんはこのですね、まあ、フルートのいわゆる現代的な特殊奏法を何かバタバタやったりとかフーフーやったりとかやってる、あれをエンターテイメント的に曲に盛り込むのが非常に上手なんですね。で、この中で使われているテクニックがカラードリルといって、まあ、
はい。はい、ありがとうございます。こんなトリルのようなんですが、一つの音からあまりこう音程を変えずにちょっとだけ音色を変えてもやもやもやってこう変える、まあ、こういうテクニックを使ってその色が変化していく様子を表していくんです。でもう一つ、まあ、重音っていうね、フルートっていうのは実はですね、これピアノのように同時に2つの音を出すことができません。リコーダーと同じです。だけどちょっと特殊な指使いをすることによってはい、こんな感じで二重の音も出すこと実はできるんですよ。これもちょっと駆使して、はい、まあカメレオンのですね、ちょっとこの縄張り争いの様子をお届けしようかなというふうに思います。はい、はい、ということで、カメレオンプリズム、タイトルもちょっとカメレオンプリズムだそうですお聞きください。
いい雰囲気。あ、撮影大丈夫ですか、ね。皆様こんにちは。こんにちは。西村慶友記念美術館学芸員の佐藤と申します。ただいまご紹介いただきましたので、せっかくなのでこの今から演奏家の方たちが、立たれるバックの作品を少し説明したいと思います。こちらの向こう側にある一番端っこのこちらの絵がバイオリンの音響といいまして、西村慶友の娘の育代さんをモデルにバイオリンを弾いている女性が描いてあります。でお隣が夜のピアノということで、これはあのサロン、夜のサロンに若手の音楽家や芸術家が集まってそこで交流会っていうのをしてたんですけれども、その夜のピアノを弾いているという風景になります。でこちらが女流画家ということで、これは絵を描いている女性なんですね。この棒人間がこれ女性のマリーちゃんと言います。マリーちゃんがこのパレットを持って絵を描いていると。でこちら側はコンサートに合わせて西村慶友の音楽にまつわること、あとはせっかくなので絵を描いている姿の作品というものも並べてみました。素敵な演奏が流れているバックにこの、ま、作品もあるわけですけれども、まあ、両方とも目と耳とで芸術を楽しんでいただければなと思います。私からは以上でございます。ごゆっくりお楽しみくださいませ。
というわけでですね、以上で、このツアーのね、すべての公演を終えたところでございます。この後ですね、さすがにこう体力を使い果たしたのかですね、まとめの動画を撮るのを忘れてしまいまして、公演が終わった後後日、今こちらのねアテレコを急遽入れているという状況でございます。最終的にですね、まあ、延べ200キロの行程、そして、5公演をね、無事終えたところだったんですけれども、まあ、どの会場へ行ってもですね、本当にどのお客さんも温かく迎えてくださったりとか、あと、会場を提供していただいた、このね、美術館のスタッフの方々、学芸員の方々、もう本当にですね、協力的にコンサートをこう運営していただいて本当にありがたかったです。またね、この道銀文化財団という、まあ、北海道銀行の組織であるその財団がですね、まあ、この企画を取り仕切ったりなどしているんですけれども、その、まあ、次長の柿崎さん、そしてね事務局長の中村さん、本当にですね、ご尽力をいただいておかげさまでですね、とても演奏にね集中しながら、このツアーを迎えることができたというところで、本当に皆様にね感謝をお伝えしたいなというふうに思っております。今ですね、その北海道銀行の、まあ、財団、公益財団法人道銀文化財団という名前が出たんですけれども、こちらなぜこういった企画を進めているのかということ、これですね、公演前に、まあ、この財団の柿崎さんがね、いろいろ説明をしていただいてたんですけれども、その説明がですね、非常にまとまっていて分かりやすいので、ちょっとこの後 VTR で流したいと思います。もしですね、この財団の活動など興味ある方、ぜひちょっと見ていただきたいんですけれども、ちょっと僕のこのアテレコはね、一旦中断して、またその柿崎さんのね、解説の後にお会いしたいと思います。では、VTR どうぞ。さて、ご挨拶が遅れました。私、北海道銀行公益財団法人道銀文化財団の柿崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。このコンサートシリーズは、皆様のお手元のプログラムにございます通り、会場となっている5つの美術館と道銀文化財団が実行委員会を組織して運営しております。私、北海道銀行職員なので、まあ、銀行員なんですけれども、まあ、銀行と美術、音楽、芸術というとあまり縁がないような感じに思えるかもしれませんが、実は北海道銀行、昭和26年に道民のための道民による銀行ということで、北海道の民意のもとに設立された銀行なんですが、この時の初代頭取、島本徹というものが、非常に芸術に深い造詣のある方で、たまたま札幌のガーロッカ賞で木田金次の作品を見かけて、その作品に一目惚れしまして、この素晴らしい作品を描く人は誰なんだと、その作品に北海道的なものを強く感じて心を動かされて、そこから道内のバランたちとのつながりもできまして、そしてさらに島本は音楽にも造詣が深くて、札幌公共楽団の設立での北海道銀行として非常にお金を支援させていただきまして、そして今もなおですね、音楽、芸術、美術ということに関しては非常に道内の芸術界と強いつながりを持っています。で、私が所属しております道銀文化財団というものは、平成の3年にですね、道銀が創立40周年を記念して、何かこう文化財団として直接的に芸術家を支援する組織を作ろうということで誕生いたしまして、現在は公益財団法人ということで、道銀文化財団として直接今を生きる芸術家の皆様への活動支援であったり、皆様、道民皆様への芸術鑑賞機会の提供ということで、美術展やコンサートの開催などをさせていただいております。で、このシリベシミュージアムロードコンサート、シリベシ地区ともですね、実は2016年に道銀がニセコ事務所というのを立ち上げまして、そこから何かこう記念に、このシリベシ地区と何かこうイベントができないだろうかと
ということで、ちょうどこの毎年夏から秋にかけて開催される共同展の音楽イベントとして、音楽コンサートを5巻連続開催ということでやってはどうかということでスタートしたのがきっかけでございます。そして今回は第5回目、実は昨日の11時からステージが始まりまして、11時小川原州、3時有島記念館、そして夜になりまして7時に木田金城道館、そして温泉に入りまして美味しいご飯をいただきまして、そして今日11時に新井記念館でコンサートを終えた後、いよいよこの西村経由記念美術館が最後ラストステージということになります。お手元のプログラムでは本日この会場でプログラム A を演奏したいと思いますので、どうぞ美術作品をご覧になりながら美しい音楽のひとときをお楽しみいただきたいと思います。はい、ということなんですね。北海道銀行の創設者の、方の意思というものを、その文化を愛するとか芸術を愛するとか、そういう意思が面々とこう受け継がれて、この今回のような美術館だとか、そして僕たちのような音楽家がこうやって活動を支援してもらってるっていうことをね、ツアーを通して本当にこう学ばせていただいたし、それに報いなければっていうね、思いもまたちょっと気持ちを新たにしたという感じですね。僕も本当に僭越ながら北海道の文化とかね、そういったものをちょっと背負って立つような年齢に少し差し掛かりつつあるのかななんていうふうにも思ったりするんですけれども、まずはね、自分のできることを精一杯やっていこうかなというふうに思ってますので、はい、またこういうね機会があったらやってみたいですし、これはシリーズで続いていくので、きっと僕たちの後に続く音楽家ね、もしかしたら後輩たちかもしれないし、どんどん若い子たちもね、こういった経験をたくさんして、そして北海道の文化、音楽、芸術、その発展に活力をね与えてくれればいいかなというふうに思っております。ね、何よりその地域の人たちがね喜んでくれているこの姿っていうのをね、もう目の当たりにしてみんな元気になってほしいなという感じですね。はい、とにかくですね、貴重な経験を今回させていただいて、それに関わった皆様本当にありがとうございましたという感謝をね言葉を述べてこの動画締めたいと思います。非常に長時間の動画になってしまって大変申し訳なかったんですけれども、はい、楽しんでいただけたら嬉しいです。ではまた次の動画などでお会いしたいと思いますが、もしよかったらね、グッド評価とかチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画などでお会いしましょう。それでは。